さあ近況好調さでこの振り枠ハンデを克服してくるか6コースです。優勝仙台12レース枠なり3対3の体系スタートしていきました。わずかですが6コース6番覗いていますが1マークに向かって6番絞るところも1号艇先行3号艇まっくり差しは流れる2号艇の差し入っていきました。抜けてきた2号艇田口がトップに立って追いかけての1号艇川野は一定進行後ろ3号艇の平高そして4番5番6番で1周にマークへ向かいます。スタートは前提正常です。2号艇の田口先頭1号艇渾身の差しは川野わずかに入らず先頭守る2号艇の田口追走は1号艇の鎌野そして3号艇の平高3番手でレースは2周目の攻防で3号艇平高で最終コーナー運んできます。2番1番3番3連単の図は 22.5 倍です。ヴィーナスシリーズ第13戦優勝戦先頭2番田口ゴール。逃さなかったですね。いや奇跡ですもうでも道中最後までもう最終にマークまで抜かれるかと思いました。あっ叫び声を上げました。結構ちなみに残ってたんで緊張に回ってたらやっぱりちょっと追いつかれてて、はい、皆さんにコートお願いします。いいこともあるなと思いました。頑張ります。